大阪のシンボル通天閣に新たなアトラクションがオープンしました。その名もダイブ&ウォーク。通天閣の高さを生かした2つの体験ができます。まずは屋上のフェンスの外側を歩くアトラクション。地上26メートルの足元に広がる景色はご覧の通り。さらに、うわ怖、このように歩くだけではなく障害物もあります。一本の命綱を頼りにスリル満点の空中散歩を楽しむことができます。そしてその先にあるのは高さ40メートルのジャンプ台。14メートル下まで一気にダイブできるということで記者も体験しました。頑張った。マジはあいにくの天気でしたが、外国人観光客などが新たなアトラクションを楽しんでいました。2025関西大阪万博に向けて、この新世界から万博を盛り上げよう。料金は大人1人3000円ということで、通天閣の新たな名所となるのか注目です。